Je t'ai amené à Rome afin que tu puisses me voir triompher en personne. Mais tu sembles bien insatisfaite. Je t'ai amené à Rome afin que tu puisses me voir triompher en personne. Non, tu n'es pas ton fils, donc ? いつも兄が世話になっております。出ちゃうわ。はい、というわけで。今回は、風間明日香のエンディング見ていきたいと思います。後ろではね、ちょっと風間明日香の全技紹介はできないんですが、サンプルコンボを中心にどんなキャラなのか後ろでやってもらいましょう。その間にマグはただエピソードを喋るだけ。はい、というわけで、風間明日香なんですけれども、名前から言ってね、風間姓ということになってますので、風間仁とはいいとこという設定ではあるんですが、お互いアスカは知ってるけれども、ジンはあまり意識してない、そんな感じの間柄ですね。もともとは鉄拳として、登場しなくなった風間純の、キャラクターの後継として扱われていました。なので風間流古武術の格闘技を使ってくる、そういうキャラクターでございます。なのでね、性格がだいぶ変わりましたよね。まさか関西のツッコミがね、後継キャラだとは思うまいって感じなんですけど、人気はあります。でメインストーリーにはほとんど絡まないんですが、もともとは、自分の父親がですね、謎の中国人に敗れて、病院送りになってしまったと。そのためその中国人を倒すため、鉄拳に参加した、そういう感じのキャラなんですね。鉄拳、今回の鉄拳8にも登場するんですけど、フェンエイですね。これがアスカにとってはまあライバル視だったんですが、いつの間にかもうね、そのストーリーももうなく鉄拳6に至っては、戦争を始めてしまったジンをしばくという理由になってますし、鉄拳7に関してはね、とうとう日本にまで来た、リリに対して、ね、決着をつけるために参加するみたいな感じになっていますので、毎回毎回ストーリーが違うんですよね。なので今回鉄拳8に関してはどんなストーリーになるんでしょうか。メインストーリーにも少し絡んではいるんですが、あくまでもリリにね、引っ張られて無理やり参加しているメインストーリーだったんでね、同じ風間姓といえどもなかなかあんまり入ってきませんね。タッグトーナメントとかのやつだったかな。ああいうのとかをね、まあ見てもやっぱりツッコミキャラとしては鉄拳8に必要なキャラクターなんでね、今後ともアスカには頑張っていただきたい、ツッコミ役としてね。はい、以上風間アスカでした。よし、じゃあキャラクターエピソードを見ていきたいと思います。さあ、果たしてアスカはどんな理由で鉄拳8に参加したんでしょうか。まずはもうそこからでございます。さあ、じゃあ行きます。風間道場、これですね。変わり果てた姿だった。あ、そうだ、買収されたのは踏襲されてるんですね。彼女好みのバラの装飾で全面的に改築させられた。リリに勝つことができたら道場を元に戻しても良いと書かれていた。なるほど。あ、じゃあ前回のエンディングはあれ、生きてるんですね。アスカがリリを倒して勝ったんだけど、傾いてる道場の買収、自宅の買収をリリにされちゃったんですよね。いい回戦パンダ。なんで動物が参加してんねん。はい、というわけでいきなり特殊シーンからのスタートでした。バトルに関しては全部カットしていきたいと思います。一旦カット。
かんで。ほなまたな。You win. 今日はこんぐらいで許したるわ。K.O. You win. あんた弱いわ。Get ready for the next battle. よっしゃ。稽古つけたる。Round one. Fight. やっと会えたな。覚悟しや。このボケ。Round one. Fight. As-tu préparé une excuse pour quand tu perdras? うっさいわ。それはこっちのセリフや。Round one.Fight. もう許さんで。この今日という今日はケリをつけたな。うちの勝ちやな。またいつでもかかってきや。はい、というわけでリリーと決勝戦でした。La prochaine fois, je te préparerai une tenue, Oscar. はあ、誰が着るかボケ。もう振りじゃん、そんなの。絶対道着着ることになるわ、これ。さあどうなる。風間道場、ああバラがなくなった。綺麗になってる。やっと道場も元通りやな。門下生も早く戻ってくるとええな。そういえばあのお嬢様、あれ以来姿を現しとらんけど、今頃どこで何しとるんやろな。うっす、エクスキューズモア。出た出た
J'ai parcouru tout le Japon et tous les dojos que j'ai croisés. Je les ai vaincus. Je n'aurais pas dû acheter ton dojo. Oh, nous devons gagner à la loyale pour pouvoir crier victoire. Maintenant, battons-nous. Ahon ya koitsu. Ma e wa. Kakatte ki. Je vais me venger pour le tournoi. やっぱりツッコミ。あ、セバスチャン出なかった。ちょっと今最後の最後でどっかから覗いてくれるセバスチャンをちょっと今期待したんですが、そっか、セバスチャンはいないのか、残念だったな。ねえ、本当に。いや、ここまで来たらセバスチャンが見たい。Je t'ai amené à Rome afin que tu puisses me voir triompher en personne. Mais tu sembles bien insatisfaite. Jikai o jet de muriyari tsurete kitoite. Nani ga tsurete kite agemashita ya. Hmm? Non chine tongsengidonga? Itsumo ani ga seowa ni nattorimasu. Te chau wa. De? Anta wa jin no ouen ka? Ma? Kurol liga opjana.我々にも花を持たせてくれたまえ。わかった。あとは頼む。エクセレント。ジン、行こう。Bien, allons à l'aéroport.あんたいつの間に？狭い狭い。パンダが仲間外れはかわいそうでしょ。わかったからあんま詰めてくんな。で、このジュンってのがジンのお母さんやな。Oui, mais il y a 7 ans, la lignée principale de la famille Kazama a été exterminée par quelqu'un qui a attaqué Yakushima. Jun Kazama a disparu.鬼だ。母を殺し、森を焼き、俺から全てを奪っていった。そんな。Écoutez tous, nous sommes sur le point d'atterrir à Yakushima.到着後は二手に分かれるって話やったな。Oui, Asuka et moi observerons l'armée de la G Corporation. シャオユーとパンダちゃんはジンのお守りを頼むで。これは。おりゃあ、on dirait que nous arrivons à temps. あんた、大丈夫か？はい、お二人ともありがとうございます。これでエリア一帯の従者兵力を相当しました。な、この反応は。風間アスカ編でした。こういうところのイラストにもなんかいろんなのあるんですね。知らなかったですね。どうでもいいけど、アスカは
ズームで何通格好してるんだよこの人は。あ、一応アスカって書いてあったね、本当に結構他にもこういうイラストレーションの中にはね、アスカ結構あるんでね、なんかどっかのパーティーみたいな感じなんですけど、ここのパーティーのやつは絵がすごく面白い。リリーの時にはあまり面白くなかったから映さなかったんだけど、ここですよね。風間アスカが結構おしゃれなドレス姿と思いきや、これあれですよね、確実にリー・チャオランがアスカを口説こうとして赤ワインを近づけたところ、こっち向いてる間にたこ焼き入れられてますね、あれねアスカっぽいわ、こういうの好きだわ、この絵すごい好きだわまったく。その他ハロウィンアスカ、これもいいですね。こういうのもね、なんかちらほら隠れてて面白い。はい、というわけでいかがだったでしょうか。今回は鉄拳8、アスカのエンディング、見せていきましたけれども、どうだったでしょうか。やっぱあれですね、アスカの方のエンディングにはリリーが入ってくるんですね。正直ね、ちょうどとっても良かった。リリーの方で出てこなかったからどうしようかと思っちゃった。このアスカも可愛い、意地悪さがよく出ている顔である、素晴らしい。で、あれでしたね、前回の、あのエンディングちゃんと踏襲されてるのは良かったですね。結構エンディングはね、このゲームなかったことにされること多いんですよね。過去作とかではね、宇宙行ってあの投げ捨てたりするエンディングがあったりとかで、結構ファンタジーも多いから、あんまりね、あのエンディングはストーリーとは関係ありませんみたいな、そういうのもね結構あるんですけれども、今回はね、踏襲されているという珍しいパターンでした。いや、あの前回のエンディングでね、はっきり言ってるんですよね。あの電話でセバスチャンに命令してるんですよね。あの道場を買い取って、バラで埋め尽くしなさいとかなんとか、あと何言ったっけ、あの畳虫が湧いてるから畳全部取り替えなさいとかね、そういうこと言ってたんで、ね、まさかあれを本当にやるとは。そしてまあ本当にやれる財力が、リリーにはあります。いやいや素晴らしい。今回のエンディング結構良かった、好きな方かも。はい、というわけで、まあでも正直言うとあれだったね、だったらリリーのエンディングの方でさ、なんだっけ、その着てる道着が私がデザインしてあげようかしらとか言ってたけどね、なんかフリフリがついてる空手着作ってほしかったな。それをアスカに無理やり着せてほしかったなそういうのがちょっと見たかった。だからなんかリリーのエンディングがちょっと物足りなくてしょうがない。はい、というわけでこんな感じで、やっていきたいと思います。気に入ったキャラだけしかやらないパターンがちょっとありそうですが、頑張ってやっていきたいと思います。おそらく最初は女性キャラばっかりかな。ねえ、まあしょうがない。ただ次回は、ジンとシャオユでやっていきたいなと思ってるので、やろう、もうエンディング作らなきゃダメか、やだな。まあしょうがない、次回ジンかシャオユどちらかでいきたいと思います。今回の動画が良かったという方はコメント、高評価、チャンネル登録していただけますと、マグの動画作りの励みになります。よろしくお願いします。まあ、もしかしたらね、あの尺の都合上30分ぐらいになってるかな。30分、もっと短いかもね今回の動画はね。まあいいかもしれない、それぐらいが。あとあれか、もう一個不満な点があるとするならば、あれか、あの敵だったはずのフェンウェイ、勝利した後のなんか特殊勝利ポーズ欲しかったかな、ね、あの試合前であれだけ煽っといて、煽り終わったらあっさりしてるのなんか変な感じしたね勝利ポーズも写そうかな、編集で入れとこうかな。ではでは、今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。じゃあねー。